ほっといてください。視聴者の皆様どうも、ニセタマです。ニセタマのこれでも見てなさい動画をやりますよ。てってれー、卵料理を作ると見せかけて、今回はボツネタお見せしますをやります。なんだ、料理されると思ったけど、なんか騙されたわ。なんかこの騙しの意味そのものがちょっとわからんけど、でもなんか見せたまさんは名前に見せってつくだけに、もうなんかその存在がボツな感じがしちゃうんだわ。ひどいなあ、もう。はい、じゃあやるよ。今回は大人の事情でアニメに採用されなかった4つのネタを公開します。恥さらすね。じゃあ1本目、お好み焼きコントです。何がダメだったか視聴者さんも一緒に考えてね。箸でつつかんのかい、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 つつかんかい。むにずを許してやったらどうや。今日はこれくらいにしといたるわ。これはなんでボツになったん？これはぐでたまがテレビで関西の芸人さんを見て影響されて、そのまま人の芸をねやっちゃったからなんだよこれ。なんでやねん。ええやん。まあ関西人以外のもんには伝わりにくいんかもしれへんな。ぐでたまのエセ関西弁、このセリフとかからピンとくる関西方面の人もいるかもしれないよね。じゃあもう次行くよ。お次はタイトル、お迎えです。はあ、ウインナー、ぐでたま、もう眠いんだわ。うちらも眠くね。やべ、超眠。何事？グーグー、グーグー。なんか見たことあるアニメの名シーンやってしまったわっていう感じだったわ。もうこれは何度見ても泣けるよねって。違うでしょ、もう、もう眠いんだじゃないよ。もうこれ感動のねシーンをねグデグデにしないでよ、もう。つうか、ニセタマさん牧師がこう入ってきて、こんだけみんな愉快にってたら何事ってなってたわ。いや、ほんとこれね、何事って話だけどね。はい、では3本目いきます。お題は BL 小説です。素直になりなよ、赤くなってんぞ。そんなんじゃねえよ。かあ、最近の BL 小説もマンネリ化してきたな。なんかもっと新しい沼ないかな。ん、ぐでたまだったら。照れんなよ、照れてないわ。てか性別ないから。そうだった。いやー、これはボツになった理由とかもうぐでたまにはないっしょ。もう性別とかないというか、もうぐでたまはぐでたまだし。確かに。じゃあ今回最後のボツネタ、お題は法事です。法事って眠くなるんだよな。南妙法蓮華経、パクパクパク、南妙法蓮華経、わわわ、南妙ぐでたまた。
の？グーでたまたま、グーでたまたま、グーでグーで、ハハハハハハ。ちょっとこれもうね、不謹慎でしょ、もうグデタマ。いや、不謹慎なのは水玉さんの方なんだわ、これ。え？グデタマは、うん、木魚の代わり叩かれてるこれだけなんだわ。いや、なんでグデタマが卵でもない木魚になってんの？しかもお経がグデタマの歌になってるし、設定がおかしいよ、設定が。いやいや、でもこれよく見てよ、これサトルの幻覚って幻聴でしょ、これ。この人グレタマに遭遇しすぎてなかなかやばいんだわ。サトルくん疲れてたんだよ、これは。あ、そういえばミゼタマさんも最初はサトルの妄想から出てきたみたい。あ、僕はサトルくんの妄想から人に歩きした存在だって。もうダメだ、それはもう内緒。やっぱり水玉さんも存在そのものがボツみたいなもんなんだわ。いや、ボツになると思ったら案外ならなかったのが僕だよ。はい、今回の動画は以上になります。本日の動画はいかがでしたか？チャンネル登録、高評価をお願いします。それではまたね。バイバイ。チャンネル登録をしてね。そんな物好きいるの？